本日ご紹介するのは愛くるしい笑顔と抜群のプロポーションが印象的なグラビアアイドルであり女優の柳ゆりなさんです。柳ゆりなさんは1994年4月19日生まれの現在は29歳、大阪府大阪市住之江区出身。所属事務所はエバーグリーンエンタテイメントを経て現在はアニモプロデュース所属となられています。柳ゆりなさんのお姉様はグラビアアイドルの柳いろはさんで、お母様も元タレントの福井紀陽さんという芸能一家です。柳ゆりなさんはダンススクール EXPG 大阪校に通うほどのダンス好きで、 EXILE のバックダンサーを務めたこともあるほどの実力、特技もダンスとされています。デビューのきっかけとなったのは柳ゆりなさん19歳頃の2013年4月エバーグリーンエンタテイメント初のオーディション、スマートボーイズ&ガールフレンドオーディションにおいて特別賞を受賞されたことに始まります。翌2014年5月31日公開の「うわ恋」にて映画初出演にして主演を務められます。さらに同年10月24日放送の NHK 朝ドラ「マッサン」第23話で大きく注目されたのが赤玉ポートワインポスターをモデルにした太陽ワインの半裸モデルを演じられ、その美しいバストをあらわにされました。こちらは大変な話題となりました。また週刊プレイボーイのウェブ版週プレニュースが2015年に初めて調査したグラビアアイドル表紙登場回数ランキングで同年上半期の1位となり、初代グラビアクイーンの座をも得られました。柳ゆりなさんは身長167センチ、体重53キロ、スリーサイズはバスト86センチ、ウエスト59センチ、ヒップ85センチ、カップサイズは E カップです。グラビアアイドルとして抜群のプロポーションを持ち、今では数々のドラマや映画、舞台で大活躍されている実力派の女優となられました。そんな柳ゆりなさんは、これまでに3冊の写真集を発売されています。最新のものは2021年11月26日発売のサード写真集、女っぷり。27歳となるグラビアでの集大成として、さらに自らの思いを込め、新たな一面を見せる作品となっております。フランス映画のワンシーンのような感の帯から、小悪魔的な美しさ、飾らない素顔のプライベートショットまで。今の柳ゆりなの様々な魅力が詰め込まれた渾身の写真集です。こちらのサード写真集、女っぷりが柳ゆりなさんのラスト写真集となります。そして、2023年8月現在、双方の所属事務所も公認で結婚間近と言われている噂のお相手が、2022年の FIFA ワールドカップでも活躍されたイケメンサッカー選手の南野匠さんです。美男美女でなんてお似合いなのでしょう。ご結婚秒読みとの噂、今後はどのような活躍を見せてくださるのでしょうか。楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。